久保さん。まあ、あの映像何年売ってんすかね、僕ね。<laughs> もうずっと売ってますね、あの映像ね。売らせていただいております。まあ、何年も久保さんの CM を売ってるようなもんでもあるっちゃあるんですけどね。<laughs> あれを僕が売れば売るほど、久保さんってすごいなって久保ちゃん、久保チャンネルでね。多分1万人のチャンネル登録に、まあ、少しは貢献したと思います。<laughs> で、今回は、 価値ですかね。まあ、情報をこう扱っていく上での、この価値の定義っていうのがめちゃ僕大事だと思うんですね。で、特にこれをビジネスにしていく上で、このね、価値を操っていく、価値の窓、価値を、価値の窓、窓窓同しみたいな感じで、まあ、今回、久保さんの、えー、誕生日24時間っていうことで、えー、かなりね、安く、高校生でも買える金額ぐらいに落として販売したんですけど、 まあお客さんからね、いただきまして、こんな安くていいのこれぐらいの商品、これぐらいの価格で10、じゃないかみたいに言われた人、言っていただいた人もいるんですけど、この価値を、実はこのん、まあちょっと申し訳ないですけど、大体いいね8割7、8割ぐらいの,、まああの収入が上がってない人の価値の定義っていうのが、安くていいもの。 これが最強の良い,い価値っていう認識をしてるんですね。このフレームしかない人が多いんですよ。安くて良い,いもの。安くて便利なもの。安くて質が良い,いもの。これを手に入れた時に人は価値があったって思うんですよ。8割、9割の人は。で、それは確かに、まあ間違ってはいないと思いますし、安くて良い,い旅行ができたとかね。安くて良い,いご飯が食えたとかね。 まあ今回その GoTo トラベルでしたっけで、それで安く行けたとかね。まあ、あの、こんなね、いいところをこんな安く泊まれたとか。なんかまあ、その、お得ですよね。まあ、それの考え方は考え方というか、まあ別にそれはいいんですけど、ただこのフレームしかないと、あの人生変えられないですね。もしこのフレームだけであるならば、久保さんは、あの、工学塾に入って人生変えてないですよ。 クレジットカード2枚枠ですよね。2枚枠で、もう,もうギリギリいっぱいいっぱい、もうこれでダメだったら訴えてやるぐらいの気持ちで腹くくって入ってくれたみたいなんですけど、でもその時普通に考えたら、こ,こんな高いね、あの、右も左もやったことないネットビジネスに挑戦する上で、こんな高い金、ね、払えるわけねえだろうと。高いよと。もっと安くしろよ。いや、高いから入れない。高いから入らない。っていう、 久保さんが決断をしていた。だから、安くて良いものっていう、その価値しか、うん、そのフレームしかなかったら、多分、入ってないんですよ。高いから。しかも、やったことないですよ。初心者でやったことないし、不安だと思いますし、本当にできるのかなって話じゃないですか。で、できなかったら、ま、クレーム言ってやろうっていう気持ちで入ったみたいなの言ってくれて,てましたけど、とはいえ、とはいえ、安くないわけですよ。 ドリームアカデミアも僕今やってますけど、80万ぐらいなんですね。このまま入っていただいた方いらっしゃいますけど。で、今度120万にするんですよ。いや、高いす、いや、安いですか安くはないですよね。多分高いと思います。え、そんな高いの無理無理無理みたいな人ほとんどだと思うんですよ。だからその、何が言いたいかっていうと、価値を、そのある一点のほある一足だけで見てる人っていうのは、 まあ、稼ぎ、稼ぐことが難しいです。なぜなら、価値の定義を1個しか見れないですよ。わかります価値の定義が1個しか見れないですよ。で、露骨にこれが出るのが、あの、自分でビジネスをした時に売り上げを作っていかないといけないですよ。で、この売り上げを作るときに、バックエンドの高い商品はお客さんに悪いものっていう認識があるんですね。そのフレームだと。だって安くてお得感じゃないですか。 だから、あ、こんな高いのお客さんにとったらちょっとあれだなで安。安くしてあげよう、安くしてあげよう、安くしてあげようって言ってね。で、そうなってくると、自分の売り上げが上がんないわけですよ。で、久保さんもなんで3年で1億クラスの金を稼げたかっていうと、バックエンドなんですよ。これはもう間違いないです。まず、そ価かし最初19万円20万円ぐらいのバックエンドを作ってみたわけですよね。 それが売ってったわけですよ。最,最初は、で、最後、なんか、1000万の商品も売ったのかな ?600 万円とかも売ってましたよね。なんか、100万だったかな ?100 万とかのコンサルとか、なんか、なんかそういうのも売ってたような気がするんですけど。だから、こういう高単価のものもしっかりと売ってったわけですよ。だから、1億なんですよ。もしね、もし、いや、ちょっと悪いな、みたいな。お金取るの悪いな、と。みたいなね。なんか、あの、<laughs> やっぱ安くて、 質が良い,いもの。安くて質が良い,いもの。より良いもの。っていう考え方しかできなければ、多分安い商品ですよね。例えば、本屋で情報が売られてるわけじゃないですか。じゃあ本屋が1400円ぐらいですかね。本屋で売られてるビジネス書って。じゃあそのビジネス層が1400円だから、じゃあ僕も1400円ですっていう、1400円の価格の商品しか持っていなかったら、まあ無理ですね。えー、3年で一億は無理です。 1400円の商品しかないみたいなね。絶対無理です。で、僕もなんで年間3000万ぐらい近くの売り上げを作れるのかっていうと、もうすべて言ってるからです。要は、今回そのキャンペーンで安くした理由っていうのは、8割9割はそのそうなんですよ。価格が安くてお得にしたい。えー、あんまりリスク取りたくない。でも、この価格だったら、で、お得感みたいな、わかります。 でほとんど8割9割そこなんでそこにぶつける商品もあれば1割2割を取っていくってことそ,それは価格だけじゃなくて価格のその向こう側の価値を感じてくれてる人ですよねその人に対して価格ではなく価値で勝負するってことです持ちますね今回は価格キャンペーンは価格で勝負しましたけど今度は1割2割の人に向けては価値で勝負していくっていう で、その価値で勝負して勝負に勝っていくってことです。で、この価値で勝負して勝っていかないとビジネスは、あの、大きく儲かんないです。いくら情報ビジネスやってたとしても、結構ね、きついっすよ。うん。このね、価値、価値を売っていくっていう、値段じゃなくて価値を売っていくっていう。ナイトライダーとかも値段じゃないですよ。価値売ってんですよ。わかりますだからいくらとかでもあんま関係ないですよね。ナイトライダーとかも。 もう価値なんですあそ,あそこにある。まあ、R34 も今ね、めっちゃ値上がってるんですよ。久バさんまたね。もう2000万以上ですよ。ね。あの、走行距離ね、5万 1km、5万下だったらもう2000万ぐらいになってるんですけど。じゃあ、そのね、価値なんですよ。それでも買おうとする人がいるんですよ。バカですよね。<laughs> だって新車の時多分ね、600万ぐらいだったと思うんですよ。ね、それが今ね、十何年前の車が2000万超えてるわけですよ。バカですよね。<laughs> 中古ですよ。中古。 そうだこの前見たのが8万キロか9万キロでなんだ1800万とかバカですね <laughs> まあそれは価値を売ってるってことですね値札じゃないですねうんだそれをやらないといけないですねビジネスで億を稼ぎに行くんであるならばっていうかそのそ,そこを行かないとダメですねいってらっしゃい